アイテム番号 SCP-051。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-051 及び SCP-051-A は封印された収容施設に保管しなければならない。SCP-051-A は施錠し温度管理された覗き窓付きの書類箱に保管し、素材の劣化を防がなければならない。妊娠中ないし妊娠発見前の女性担当者を除いて、すべての担当者は事前に陽性し区画管理者に承認されれば SCP-051 へ接触してよい。説明 SCP-051 は 25cm、10インチ、の正確な人間の女性の解剖模型で、象牙を削り出して作られており、典型的なアジア人の特徴を備えている。顕微鏡による分析から頭髪は人間のものだと明らかになっている。この人形は両肩、腰、両膝に関節がある。人形の腹部には完全に取り外し可能な蓋があり、胸郭と臓器の細部をでき、また 2.5cm、1インチ、の象牙製の胎児が革製のへその緒で繋がっている。妊娠した人間の女性が接近した時、SCP-051 は様々な妊娠に対し有害な効能をもたらし、一般に胎児の流産を引き起こす。この模型を手に取り、腹部の蓋を開け胎児を取り出したいという軽度の衝動に駆られることも報告されている。これは5分間ほどの間吐き気と痙攣を、さらに30分経てば大量出血にもつながる子宮内出血、最も多く記録されたケースでは2、24時間のうちに流産を引き起こす。医療記録によると流産した胎児は緩やかに深刻な障害をきたす。この模型への接触後に出産日を迎えた場合、極めて異形の生命体が誕生し、立ち会い医師によれば、下記のインタビュー51-1を参照せよ。妊の母体と、妊の乳児が死亡するという結果になった。この顛末の目撃者たちは心的トラウマの兆候を示したが、財団のインタビューの後のクラス A 記憶処理によりトラウマは緩和された。SCP-051-A は SCP-051 の内部で発見された半紙に書かれた文章の一部である。残存する文章は1、2世紀頃と思われる植物製のインクで書かれ、文字は日本の古い方言と特定された。翻訳によれば文章は生まれる前の赤ん坊に害をなす、悪魔、に対する呪詛や祈祷の一部だと判明した。呪文はこれらの悪魔の勢力に対し妊婦の代わりにこの模型に憑依するよう命じ、模型の中に囚われるよう要求している。しかしながら、数世紀の経過により紙とインクは劣化し呪文と命令の全文はあったとしても解読することはできない。ホイ SCP-051 と SCP-051-A は1938年に匿名で博物館に送られた古い日本の出土品の棺の中から発見された。60年の歳月と何度かの女性事務員や研究者、学生の接触により発生した事故を経て、この博物館の記録保管庫の職員として勤務していた財団のエージェントがその性質を知り財団の調査するところとなった。